こんにちは。今日の講義は書籍、漫画子連れ離婚を考えた時に読む本です。この本は子連れ離婚に関するあらゆる情報を分かりやすく漫画化したものです。親権や養育費、面会交流、そして子供への伝え方など、現代の離婚に関する悩みに対応するための情報が満載です。まず第1章では無策な離婚を防ぐための準備と順番について詳しく解説されています。子連れ離婚に関する相談先や弁護士費用、法テラスの活用方法などが取り上げられています。さらに離婚後の住まいや DV からの避難、生活費の確保についても具体的なアドバイスがされています。第2章では離婚の種類や費用について解説されています。協議離婚や調停離婚、判決離婚などの違いや、婚姻費用や慰謝料、財産分与に関するポイントが詳細に説明されています。さらに調停の申し立て書サンプルも掲載されています。第3章では子供のことを最優先に考える親権や養育費、面会交流について詳しく解説されています。親権の取り方や養育費不払いの対処法、そして子供への伝え方についても具体的なアドバイスがされています。第4章では離婚にまつわる手続きについて詳しく解説されています。離婚届の書き方や公正証書の作成方法、戸籍の変更など具体的な手続きの方法が分かりやすく説明されています。第5章では離婚後のライフプランについて解説されています。子どもの教育費や自分の老後資金、保険の種類や児童扶養手当、就業支援など離婚後の生活に必要な情報がまとめられています。最後の第6章ではより幸せになるための子連れ離婚について解説されています。離婚後の悲しみやストレスと向き合う方法やカウンセリングの重要性、元配偶者との関わり方についてのアドバイスがされています。この本は子連れ離婚に関するあらゆる悩みに対応するための必読書です。漫画化された内容は分かりやすく、情報量も豊富です。子連れ離婚を考えている方やすでに離婚を経験している方にとって大変役立つ一冊と言えるでしょう。この本は子連れ離婚に関するあらゆる側面を網羅した実用的なガイドとして読者に大きな価値を提供しています。現代社会において離婚は決して珍しいことではありません。それゆえ離婚に伴う問題や手続きに関する正しい知識を持つことは個々の幸福や子どもたちの福祉にとって極めて重要です。この本が特に優れている点の一つはその分かりやすさです。漫画という形式を活用することで複雑な法律用語や手続きも視覚的に理解しやすくなっています。また章立てが明確であり、各章ごとに特定のテーマに焦点を当てています。これにより読者は自分が最も関心を持つトピックに集中して情報を得ることができます。さらに本書では実践的なアドバイスが豊富に提供されています。離婚に関する手続きや問題解決の際に役立つ具体的なステップやサンプルが提示されており、読者は自らの状況に応じて適切な対処方法を見つけることができます。そしてこの本が重視するのは単に離婚手続きだけではありません。子連れ離婚における親子関係や子どもたちの幸福に焦点を当て、離婚後の生活や子どもの将来についても考慮しています。子どもたちの利益を最優先に考えながら、親が健全な関係を築くための方法や心構えも示されています。このように漫画子連れ離婚を考えた時に読む本は、離婚を考える人々や離婚を経験した人々にとって理解しやすく、実践的で同時に温かみのある指南書となっています。離婚に関する様々な不安や疑問に対して希望と具体的な解決策を提供する一冊です。離婚手続きや問題解決に関する情報が漫画という視覚的な形式で提供されているため、法律の専門知識がなくても理解しやすくなっています。これにより一般の読者も複雑な問題に対処するための手段を簡単に見つけることができます。またこの本は一般的な離婚手続きだけでなく子連れ離婚に特化しており、子どもたちの視点や福祉に重点を置いています。親権や養育費、面会交流といった重要な問題について具体的なアドバイスが提供されており、読者は子どもの幸福を最優先に考えながら適切な決定をすることができます。さらにこの本は読者に心の支えを提供します。離婚は精神的にも肉体的にも大きな負担を強いることがありますが、
本書には離婚後の心の健康に焦点を当てた章も含まれています。離婚ブルーと向き合う方法や元配偶者との関わり方についてのアドバイスがあります。これらの情報は読者が離婚の過程で自信を持ち前向きな姿勢を維持するのに役立ちます。さらにこの本は単なる情報提供にとどまらず読者に行動を促す力を持っています。具体的な手続きやサンプルが提示されているため読者はすぐに行動に移すことができます。そして子供のために最善の決断を下すための支援を受けることができるのです。総じて漫画子連れ離婚を考えた時に読む本は離婚を経験する人々にとって必読の書であり、その影響は甚大なものです。離婚に関する不安や疑問に答えるだけでなく、読者が離婚後の生活をより良くするための具体的なステップを踏む手助けをしてくれるのです。この本を手にした読者は、離婚という困難な状況に立ち向かう勇気と希望を得ることでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの健康と美容は、私たちが持っている最も貴重な資産の一つだからです。健康で美しい体は、私たちが幸せで充実した生活を送るための基盤です。そのため、食事や運動、メンタルのケアを含む健康管理は、読書や勉強と同じくらい重要です。ここで紹介するのは、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。このプライベートジムは、単なるダイエットだけでなく、健康管理にも特化したサービスを提供しています。その特徴を見てみましょう。まず、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが挙げられます。一人一人に合ったトレーニングプログラムを専属トレーナーが作成しマンツーマンで指導します。これにより効果的なトレーニングを行うことができます。次に食生活やメンタルのマネージメントも重要な特徴です。健康的な食事や心のケアをトータルでサポートすることでリバウンドしにくい体づくりを目指します。また30日間無条件全額返金保証もありますので、安心してプログラムに取り組むことができます。また、1日50分、週に2回の無理のないトレーニングや無料カウンセリング、完全個室のプライベートな空間など、利用者の利便性とプライバシーを重視したサービスも魅力的です。このプライベートジムは、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。トレーナーが作る専用のプログラムや無理な食事制限なしの食事指導、そして健康的に痩せ、理想の体を手に入れることができるでしょう。結果にコミットする気持ちを持って、ライザップのプライベートジムで健康的な体づくりを始めましょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。